皆さんこんにちは、ケンです。はい、日光いろは坂の馬返し駐車場に到着しました。はい、コースは今この駐車場からこうやって登って、つづら折りですねを登って、ここの多分これじゃないかなと思うんですけど、この P っていうとこ、明智平がゴールだと思います。ではバイクを下ろして走っていきたいと思います。何キロの登りか調べんかった。何キロあるんだろう。下りっていうか、もうすでに辛い、死んでるって感じがする。車が多いっすね。車は多いから注意して。いろは坂の1カーブって書いてあります。 E って書いてあります。お、ローディーさん、ロ2のカーブ、こんにちは。お先に抜きます。ありがとうございます。やばい、今の追い抜きで足使った。ちょっと肌寒いですね。今 EF のジル着てるんですけど、これでもちょっと寒いぐらい。現在 10%。 あ、きつい。標高 900m。 天気はちょっと曇りで雨も降りそうな雰囲気はあります。あ、6キロか。なんか明智平のパーキングまで6キロの看板が見えましたんで、多分6キロの上りかと思われます。あ、まあいけるっしょ。で、一応山頂まで行ったら折り返して駐車場まで行きます。ちょっと交通量が多くて、あとバイク乗りも多くて怖いっす。決して走りやすいとは思えないですけど、けどヒルクライムとしてはなんか 10% 超えが続いて登りごたえがある感じではないでしょうか。といっても今なんか 6カーブ目なので、次、あ、もうつづら始まったんか。これも風はあんまりありません。追い風が吹きません。私には追い風が吹きません。翼がないんで。やっぱりちょっと台風の影響で小枝とか葉っぱがですね、路面に散らばってる印象はあります。ちょっとカーブの数数えときゃよかったですね。あと何回つづらがあればゴールか分かんないです。9カーブ目、ここはなんか一方通行の2車線ですね。10カーブ目、12カーブ目でちょっと勾配が上がりそうな感じですね。お、つづら折りの幅が狭まってすぐに13カーブ入ります。こう車が来ないとすごい走りやすいんですけどね。わあ、バス怖え、バス怖えよ。ギリギリ攻めてきたな。わあ、わあ、バス怖えよ。やめろ。
よし、残り 2.1 キロです。じゃあ、チームフォルトゥーナの人が速すぎる。綺麗だな、ペダリング綺麗だな。本当は置き取りとかしたかったんですけど、もうこの環境見て分かるように、道狭いですし、そんな危険なことできないですし、体力もないし、はあ、一方通行だから途中で帰りたいと思ってもなんかリタイアできないですよね。危ないですもんね、これ折り返したら。はあ、もう登りきるしかないって感じですね。お、あと明智平ってとこが 600m、 そこがゴールなのかな、ちょっとまだ分かってないけど、 600m 行ったらどっちみち休憩したいと思います。ゴールかな。あー、疲れた。よし、引き上げとこ。おー、うわー、276m。で、ダメ、今冷たい豆乳ソフトとか全然食べたくない。豆乳ソフト販売してる。団子、団子を、団子をもう。明智団子と焼き鳥と鶏スープです、もうがっつり食べて補給しておきたいと思います。辺で一回止まりましょうか。そうですね。ここ来たことはないんですか。初めてです。お、自転車では軽いです。これが有名なんですかね、なんかこの鳥居みたいな。ここですね。どこが撮影スポットなんかな。バイク移していいですか。こいいですね。これなんかサガンモデルっていうやつとかですか。そうですね、あのサガンが世界選手権2回目買った時の記念モデル、はい、へ、日本に買ったの20本ぐらいしかないです。うわ、レアな、なかなかレアなバイク、はい、黄金の、なんかオーラがすごい。こういうデカールとかもちょっと自作で。あ、自作なんですか。はい、もう完全に上からカッティングシートでつけてるんです、パソコンとかで。そうです、そうです。僕真似しようかな。僕らカーボンキャリパーのやつやばいんでね。そうそう、よかったですね。でも今日とか会いできてよかったです。今日の午前も、まあ、今もですけど最高っすね。これぐらいの雨だったらもう雨じゃない。準備めっちゃいいっすね。地で来て次それ。そうそうそう、もう僕完全にナメップですよ。絶対寒いですよ。じゃあお別れ行ってきますね。ありがとうございました。また連絡ください。愛知、アテンドします。